昭和43年3月9日、三井金属工業を相手に第一次訴訟に踏み切ったというニュースは、新聞やテレビで全国に知れ渡りました。それに伴い、神岡鉱山のある神岡町では、神岡を守る会が設立されました。この神岡を守る会は一見、神岡町の住民が率先して鉱山を守るような運動と捉えることができるが、実はその内容は会設立を圧倒的に反対された中で、工業所からの発案で結成された会と地元新聞で発表されてました。それは昭和43年4月1日に開かれた衆議院商工委員会で、次のようなやり取りが会議録に残っています。地元の神岡ニュースという新聞によれば、工業所の篠原さんという次長が神岡を守る会というものを町会で作らした。すなわち賛成が24、反対がこの圧倒的多数でもって神岡を守る会というものを作ったらしい。そこで演説しておる、話をしておるには、ご存知のごとく去る9日、富山県の富山側の患者と遺族の一部は痛々病を法廷に持ち出しました。その狙いというところは別のところにある。いかにも政治のものを考えられておるような発言でありまして、今後農業方面にまで万一波及されるような事態になりますと、保証金はそれこそ何百億という恐れがある。今法廷に出しておるところの要求というものは6000数百万、何百億も払ったら神岡は潰れてしまうから、あなた方生活できないのだぞ、こういうような言い方だと思うのです。これについて当地の状況を鉱山局長はご存知でしょうか。つまり、もしも痛々病で富山県側がそういうことをするならば、年間約10億も富山県から物を買っている富山県の品物をボイコットする、こういうような町内で排斥論まで起こし煽り立てている。これは明らかに鉱山側が町民やいろいろな人たちに世論を巻き起こして、そして今度のこの問題を有利に運ぼうとするところの意図があるとされている。これに対して通商産業省鉱山局長は、ただいまお話をいただきました事実があったかどうかは私どもは伺っておりません、と答えました。5月8日、痛々病に関する厚生省の見解が発表されました。1、痛々病はカドミウムによる慢性中毒症である。2、そのカドミウムは神通川の上流の神岡鉱山から排出されたとみる。3、以上のことから痛々病は公害による疾患である。厚生省は痛々病を公害病と認めました。これに対して三井金属工業はこの見解には反対しました。痛々病の原因はまだまだ研究しなければいけないのに、鉱毒であると断定するのは納得できないとし、今後の裁判で争っていく姿勢を見せた。昭和43年5月24日、第1回口頭弁論が行われて、昭和46年3月までの3年間に36回の口頭弁論が行われました。しかしこの期間中、裁判にかかる資金が次第に少なくなっていきました。弁護団は寄付を仰ぎ、また患者遺族たちは裁判費用の一部を生活費の中から絞り出していました。そんな中、府中町は痛々病支援決議を行い、その活動で富山県内35市町村のうち32の市町村が痛々病患者を応援することになりました。富山地方裁判所は第二次訴訟以降、裁判が終わるまで国が裁判費用を立て替えることを決めました。痛々病裁判第一次訴訟から3年間の間に第7次訴訟まで行われ、原告は合計515人、請求額は総額7億4710万という巨大な裁判になっていきました。
原告側は動物実験の結果や厚生省の見解などを証拠に原因は神岡鉱山にあると主張しました。これに対して三井側は、1、神岡工業所は廃材や排水を完全に処理する設備を作っている。2、カドミウムが神通川に流れ込んだことは認めるが人体に影響を及ぼす量ではない。3、これまで行ってきた漁業や農業の保障は助成のためであって公害賠償したものではない。4、どのような過程でカドミウムが痛々病を発症させるのかはっきりしたことは分かっていない。5、カドミウムが含まれている水や農作物を摂取して中毒になった例は世界中文献を調べても見当たらない。6、他の亜鉛鉱山などでは痛々病は出ていない。7、動物実験はカドミウムを多く含む餌や栄養素の低い餌を与えているので科学的証拠にならない。8、厚生省の見解は患者を救うための見解で購読の正しい証明ではない。9、以上の指摘の通り原告側の証明には不明な点が多いと主張しました。原告側はこの主張に対し証拠や証人を立てて主張を覆していきました。こうして痛々病の裁判は約3年間世間の注目を浴びながら続けられました。